自己紹介をしてください。タラク大学商学部のキムミナです。大学では経営学、その中でも消費者行動を勉強しています。学業以外ではサークル活動として吹奏楽部に所属しています。担当はフルートです。本日は大変貴重な機会をいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。자기소개는큰의미를가지고하는질문은아니에요처음만나면접관하고인사하고부드럽게커뮤니케이션을할수있는지원자인지를보는질문이라고생각해주세요너무길지않게이름과출신학교같은것들을간단하게말씀해주시면됩니다그리고예의바른지원자라는인상을남기기위해서는인사말끝에귀한면접기해주셔서감사하다라고하는감사인사말을꼭잊지않기로해요그럼여러분화이팅自己 PR をお願いします。私は英語が得意です。 TOEIC は900点で、大学在学中に休みを利用してアメリカに語学研修に行ったこともあります。短い語学研修期間中に現地の英語を身につけたくて、アメリカ人に英語で日本語を教えるボランティア活動もしたことがあります。御社は海外に多くの店舗を展開しています。これからの海外進出や様々な事業展開にぜひとも英語力を役立てていきたいと思います。이질문은여러분들이가지고있는능력과스킬그리고강점을파악하기위한질문이에요이때의중요한점은짧은시간에너무이얘기저얘기를하지않는다는점이에요여러분께서가지고있는장점중에서이회사와가장잘어울릴것같은점을하나만꼽아서논리정연하게구체적인예시를들어서설명하는것이좋습니다志望動機をお願いします。化粧品メーカーの中で最も消費者のことを考えて商品作りをされている企業は御社だと考えています。消費者行動を専攻している私にとって、御社の商品一つ一つが魅力的な商品でした。私の知識を活かしつつ、御社に貢献できるようなマーケターになるべく、御社に志願いたしました。이질문은해당기업에지원하게된동기혹은입사후에어떤식으로커리어를쌓아나갈것인지를확인하고자하는의도가있어요여러분들께서학창시절부터어떤부분에흥미가있었고그리고이점이기업의어떤점과잘매치가되는지그리고향후에어떤인재로성장할지에대해서도언급해주면좋은답변이되겠죠사크루야아르바이트의경험을구하시고お聞かせください私のサークルは吹奏楽部でした。サークルに入って大好きな音楽を通じてたくさんの仲間を作ることができました。もしかすると上京したての後輩たちが私のように寂しい思いをしているのかもしれないと思い、積極的に話しかけて、ズームなどで飲み会をしたり、LINEをしたりしました。サークル活動は私にとってただの楽器を演奏する場だけでなく、積極的にコミュニケーションを取ることの大切さを教えてくれた場でもあります。우선어떤활동을했는지를콕집어서말해주고다양한경험중에서기억에남는에피소드한가지를정해서이에피소드를통해내가어떻게변화했고또어떻게성장했는지를조리있게말해주면좋습니다あなたの長所を教えてください私の長所は目標に向けてコツコツ努力することです。誰もが無理だと思う目標を一つ持つと、それを達成するために毎日地道に努力をしています。英語がまさにそうなのですが、どうしても英語力を身につけたくて自己流ではありますが、YouTube を見たり、日記をつけてみたり、英会話教室に通ってみたりと様々な方法を試してみました。今も完璧とは言えませんが、TOEIC の点数も900点以上取れて、ネイティブの方とのコミュニケーションもある程度自由にできます。日々の努力のおかげだと思っています。이질문은자기자신을얼마나객관적으로잘분석하고있는지를묻는질문입니다이경우에는인성적인측면에서장점이될만한부분을찾아서어필하시면좋습니다あなたの短所を教えてください私の短所は何かに集中すると他のことに集中できなくなることです
何かに夢中になると時間を忘れるほど集中するのですが、気づくとあっという間に数時間経っているということもあります。これを直すためにこまめにやるべきことを手帳にメモする習慣を作りました。今日一日やることを重要度順に書いておいて、それに何度も目を通すことで、一つのことに集中しすぎず、今日やると決めたことをこなすことができました。이질문역시장점과마찬가지로단점을고치기위해서얼마나현실성있는대책을세우고있는지가평가포인트가되겠죠그래서이질문의경우에너무단순한문제와해결법을제시하시면오히려마이너스포인트가될수있어요失敗談を教えてください。私は大学時代、吹奏楽部のリーダーをしていました。その時にチームがうまくまとめられなかったことが自分の中での失敗経験です。私はその時までグループをまとめた経験がありませんでした。ついつい他の部員を思いやることができませんでした。OB の先輩に大変さを打ち明けたところ、自分らしいチームを作ってみるようアドバイスをしてくれました。その後、みんなと練習プランを立ててみたり、毎週の練習が終わってから会議を行うなど、みんなの意見を取り入れることにしてみました。今後、御社でも社員の一人としてチームワークを大切にするチームを作りたいです。실패를통해무엇을배웠고문제해결을위해서어떤노력을해왔는지를설명하시면좋습니다마지막으로何か質問はありますか差し支えなければ御社で活躍されている社員の皆さんの共通点などをお伺いしてもよろしいでしょうか御社の今後の事業の展開についてお伺いしてもよろしいでしょうか이질문은여러분들이얼마나열의를갖고이회사면접에참가하고있는지를묻기위한질문인데요아마진짜진짜이회사에입사가하고싶으셨다면회사에대해서여러가지공부를하고가셨겠죠이회사는어떤인재를뽑고싶을까내지는이회사는앞으로어떤사업을해나갈까이런점들이요그래서신뢰가되지않는범위내에서조심스럽게이런식으로한번답변을해볼게요今朝見たニュースについて教えてください。すみません。もう少しお待ちいただいてもよろしいでしょうか。それでは、キムさん。もし挫折経験があれば教えてください。すみません。もう少しお時間いただけますでしょうか。면접을보러가면너무긴장한나머지열심히준비해온대답이잘생각나지않는당황스러운경험여러분다들있으시죠머릿속이새하얗게변해서준비해온답변을떠올리는데조금시간이걸릴것같다그러면면접관님께죄송한데시간을좀주실수있으신가요죄송한데조금만기다려주실수있으실까요라고먼저한번여쭤보고양해를구하는게좋겠죠그래서잠깐숨을가다듬으면금방답변이생각이날겁니다弊社に志望された理由をお願いします。御社に志願させていただきましたのは、グローバルマーケットでご活躍なられておられるのを拝見させていただきましたので、感銘を受けたためです。긴장을한상태에서너무정중하게말하려고하다가잘못된경어표현을하는경우가생길수있어요경어를너무많이사용한다고해서상대방을존중하는표현이되지는않거든요여러분면접연습을하실때너무과하지않은경어로연습을해두시는게어떨까요